ただいま、おぜはわたすげフィーバーしてます。わたすげ、これ遠くから見るとなんか一面白くなってて、わあ綺麗だなーみたいな感じに見えるけど、実際こいつぽよぽよふわふわです。ぽよぽよです。遠くから全体を見る方が綺麗だね。はい、わたすけフィーバー中です。風吹くと飛んでっちゃうからね。あ、出た、元気の出る鐘。元気出ろ。今日はね、93キロ東電持ってきました。今日はなんかめちゃくちゃきつくて、肩がずっとブルブルしてました。なんで今帰りです。帰り取る方が楽だな。もう行きはね大変でした。今日はもうやってられないって感じでしたね。今日はお昼から雨らしい。雨降ってほしいよ。雲がだいぶモコモコになってきてる。すごい。これ青で湿原ところはね、開けてるから空きれい。空きれいです。北海道みたい。ここはね、通称トカゲロード。トカゲめちゃくちゃいるんでね、トカゲかと思ったら木でした。去年はここでトカゲ捕まえる練習してたな。ここでこんなところに、なんだっけな、こいつはサワランだっけな。お、こいつにはサワランってので覚えた。サワランだったと思います。あ、風気持ちいい。今日はね、帰り東電からなんか顕微鏡と書類ケース下げにて18キロ出てます。なんで今日は通算111キロ、全部で111キロ持ってます。一気にって意味じゃないですよ。こっちの東電の道はね、なぜだかお客さんちょっと少ないんですよ。それだから俺こっち側好きっていうのもあるんですけどね。ほら出てきた、あれ山鳥ゼンマイパーティーしてるやつら。もうわたすげパーティーと山鳥ゼンマイパーティーで、もう最近はパーティー三昧ですね。どこでもかしこでもパーティーです。おー、すーごい、すごいよこれ。綺麗だこと。ここから先、今尾瀬で一番ホッツな
ホッツなパーティーをやってるところです。言えるかな。確か日光キスゲ、多分めちゃめちゃ有名なやつなのに、ちょっといまいち名前はっきり覚えてないっていう。俺今すごいんですよここ。まあ今俺帰りですけどね、行きはあの東電方面に曲がって一つ目の橋、下の大堀、下の大堀の橋を過ぎて、で樹林帯みたいな、小さな樹林帯みたいな抜けたらこれがバコン出てくるんですけど、なんだこりゃと思ったですね。これは結構今一番盛り上がってます。こやつら、こやつら爆裂してますよ今。今日は肩が痛かったからさ、あの橋渡ってもうやばい、次の跳馬早く怖いと思って歩いてたんですけど、これが一面に見えた時は一瞬復活しました。一瞬です、2秒ぐらい肩痛いの忘れて、なんだあれと思ったけど、次の瞬間にはもう肩でした。すごいな。これ今なんか鹿柵みたいな、鹿柵ついてるからこんぐらい残ってるけど、なかったら全部食べられちゃってるのかもしんないね。元はといえば僕らが動物たちがいるね、自然の中にこうやって道作って楽しむために、草の、ああ鹿が入らないように柵を張ってっていうねことなんで、まあ、どうなのかなっていうところもありますけどね。でもおかげでこんだけ今爆裂してます。綺麗だね。いやでもすごいわこれは。ちょっとこう世界が一つ違う感じがしますね。美味しいんかな、俺しかバクバク食べるけど栄養あるんかな。俺も食べようかな。おお、もうこいつなんかモグロにバゴン入ってきちゃってるもん。こんにちは。すげーパーティーです。ナイス。だいぶ植物さんがかげってきたね。これ来るんじゃないの、土砂降り。紫紫紫紫紫紫紫黄色、
牛首、牛首、今日もいろんな方がなんかやってます。何してるんですかね。いやでも非現実的でいいよね。こんなだらっぴらくてなんもないところでさ、ポテンと座って。オセはそんな感じで過ごすのが程よいよね。こんなもう80キロとか90キロとかね、荷物背負ってね歩いてる場合じゃないよ。ここはもっとのんびりするとこだと思う。お、あそこにも紫紫黄色色です。日打ちもだいぶ、上はダークネス、ダークネスです。この足首よりちょっと手前もまたすげとカキツバタパーティーやってます。パーティー会場です。だいぶ風も吹いてきて怪しい感じになってきました。また見たいな、ロゼが稲妻でスパークしまくるところ、あれ最高なんだよな。こいつ地頭に一本だけ浮かぶカキ姿、大勢に来たら見つけてみてください。ここまで帰ってきました。もうちょっとで山の花です。くたびれたな。こんにちは。雨が降りそうで結局降ってくれない。最近のオゼはもうフルフル先ですよ。雨をください。私物山荘まで戻ってまいりました。ここまでかな。